夏島型不設艇は、日本海軍の不設艇。同系3隻。大正12年度計画で建造された、ツバメ型不設艇2隻に続いて、昭和6年度の1計画により建造された、不設艇である。同計画では600トン型不設艇5隻、600トン型捕獲盲艇2隻が要求されたが、最終的に本型3隻が建造された。 1933年から翌年にかけて春工、ナサミ、サシマの建造中に、とも鶴事件が発生したために、復元性能改善工事が行われた。夏島、サシマは1938年7月1日に、シナ方面艦隊の指揮下に入り、日課事変に参加、ナサミも中国方面に進出している。夏島、ナサミは、再起防備隊、サシマは、 横須賀防備隊所属で太平洋戦争海戦を迎え、対戦前半はキラや防戦網の敷設などを行った。1943年中期以降は紹介、戦団護衛に投入され、3隻とも1944年に戦没している。計画番号 H5。円型敷設艇をタイプシップとし、艦内配置はほぼ同一であるが、前型が、 捕獲網設置を、主としたのに対し、本型は、嫌い布施設を、主、防線網設置を重とした。選手楼は、両波成功場のために、ツバメ型より延長された。選手のダビットで嫌いを要求し、レールで後部へ移動するため、選手楼甲板には視野がない。上甲板には両弦に、嫌い軌道一条ずつを設置し、 上管パン原則には高さ約 600mm のブルワークを設けた。機械室後方に機雷庫を備え、機雷搭載用のスキッドビームを後部マスト付近に設置、ツバメ型より壊り増しの89式機雷120個を搭載できた。機雷庫には機雷24個を搭載、残りは上管パンに搭載した。機雷は1個で約1トンあり、機雷搭載時に、 十分な安定性を取ると嫌いがない場合は逆に安定性が不十分になる。これに対処するため、アンチローリングタンクを上部構造物交端に設置した。嫌いを搭載しない場合は、防戦網か捕獲網を搭載できる。よう五看板は木針と四線尾に高さ約1 2 0 0ト、mm、ルのブルワークを設けた。五看板には網設置台を設け、原則には、 ダビット台とアミオの怒り台もあった。方向並走は、8センチメートル広角砲を前後に一機ずつ、13ミリメートル単装機銃が、後部マスト直前に設置された。その他に81式当社機に機が5甲板にあった。佐島、ナサミの建造中に、とも鶴事件が発生し、本型も復元性能改善工事を行った。 上艦パン原則のブルワークは網布設作業所を残して撤去。アンチローリングタンクも撤去された。船体には深さ 600mm のバラストキールを装着し、固定バラストを搭載した。1939年には大修理を行って船体を補強。これらによりこう支配水量は夏島で668.7トン。 佐島で六百で647.1トンとなっていた。佐島は計画番号 H5 ビットで試験的に満式ディーゼルを主機とした。それにより排水量が増加、速力1ノット減少したが、航続力はほぼ倍になった。外観上は煙突が他の2隻と異なり、高さが低く先端に傾斜がついていない。海軍の公式類別では佐島を 夏島の後、勝なさみの前に搭載しており、夏島型二番手の扱いとしている。ありがとうございます。